阪神戦力外の小林圭介、新潟アルビレックス BC に入団。来季から日本野球機構 NPB の2軍戦に参加するオイシックス東京に本社を置く食品宅配の大手企業オイシックスだ。第一、新潟アルビレックス BC が資金調達のためネーミングライツ命名権を売却した新潟アルビレックス BC に阪神を戦力外となった小林圭介投手31が入団することが12月1日関係者への取材で分かった。またオイシックスは1日 DeNA から戦力外通告を受けた田中俊太内野手30とオリックスを戦力外となった園部啓太内野手24の入団を発表した。小林12球団は無理なのか。小林圭介さん新潟入団ってマジか。終わった。味噌の投手補強本間に終わったわ。よかった。シーズン中に11球団のどこかから声がかかるように心から願ってます。ようやく小林の続報来た。全然音沙汰ないからどうなってるんやろって思ってたら、とにかく野球を続けられることになって本当に良かった。アルビレックスさんありがとうございます。小林決まったか。とりあえず良かった。シーズン中呼ばれるように頑張ってほしい。小林圭介さん、シグマおめでとう。次のステージでも頑張れ。それにしても小林さんレベルでも NPB のオファーなかったんかな。厳しい世界やな。小林、進路決まったみたい。とりあえずは良かった。小林新潟か中日ドラゴンズに来てほしかった。小林またセーブを取ってまえ。小林新潟アルビは激アツ。頑張れ小林さん。良かった。祝報小林 NPB に残留。2軍では無双できると思うからすぐどっかの球団入るんちゃうかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。